ミッチマコーネルは共和党を代表しておらず、その有権者の大多数の見解を代表していない。彼は共和党員のために戦うために何もせず、アメリカの歴史の中で最も不正な選挙に対しても何もしない。 そして、彼は無法なバイデン政権、私たちの国境の侵略、インフレの高まり、違憲の命令、政敵の迫害、無能なアフガニスタンの撤退に関する事実の発見、私たちのエネルギー自立の放棄などを止めるためにも何もしていない、その代わりに、彼は求心的な左翼と、儀教和党員を救済している。